ナスティ大冒険 TV。 この番組はテレビ朝日の社員友より高秀、通称ナス D のほとんどの日本人が行ったことのないような世界の僻地に命がけて向かい、知られざる文化、そこに住む人々の暮らしをディレクター目線でリポートする超本気紀行ドキュメント番組です。今回はネパールの奥地ドルポに住む天空のヒマラヤ部族に会いに行った旅、第22話、ヒマラヤで日本からの電話、そしてまさかの展開に突入編。ヒマラヤ最奥の集落、子供たちは皆気さくに接してくれます。出してる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 踊ってる踊ってる地元の踊り子。皆さん常に元気で笑顔。この集落には常に笑顔が溢れていました。待って。これ僕が作ったやつじゃないですよ。みんなやってんの。待って。番犬だ。狼とかが馬を襲ったりするらしいんで、番犬飼ってるんですね。ギャルコ。名前がギャルコ。でかっ。でかい。チベット高原を原産とする超大型犬チベタンマスティフです。主人への忠誠心が強く、外敵に対しては勇猛果敢です。かつてチンギスハンが3万匹を連れて生成し、多くの勝利を勝ち取ったと言われています。ちなみに2010年頃から中国の富裕層の間で爆発的人気になりました。なんと1匹2億円もの値段がつき、世界一高価な犬とも呼ばれました。ただ今では値段は暴落、食肉用に転売するケースまで報じられています。そしてこの子綺麗服、日本の着物みたいなね、綺麗。キッポド、ヤッポド、ヤッポド、キッポド、キッポド。この遊びみんなするな。みんなしますね。どの部族も。あ、あの子や。ナマステ。走ってね。昨日あの子や。トゥーで遊んでる。この家や。この子の家ここだ。あ、この子。お母さんですか。おいな。違う。ああ違う。大子。ああ弟の子供。何歳ですか。0。0同じ。19歳。友近さん。もう仕事して。大体こちらの村の人は何歳ぐらいで結婚するんですか。男性は。18。男性の方が低いんだ。かつてはチベットからの外敵を監視していた見張り台ゾンに立ち寄ってみました。わあ、
うわ、全部潰れちゃってるな。ああ、何も残ってないですね。崩れちゃって。何も残ってない。何もない。ゾンって珍しいんですか？珍しいですね。ネパールの中でも珍しいですか？はい。ブータンにこういうのが結構残ってるって言ってましたね。はい。普通潰しますよね、これ。そうですね。この村の人がもうほったらかしにしといたんでしょうね、きっと。まあ。日本だったら全部潰したっていうのはこういうの。はい。ネパールはまあ、潰らないですね。戦争もしないし。本来なら文化遺産になってもおかしくないほどの建造物。この集落では当たり前のように佇んでいます。これが多分兵士が泊まってたんじゃないかっていう。もう入れなくなってるもんな、中も悔いしちゃって。あ、毛布いっぱい持ってきた。ナマステ。失礼。重たくないかな。可能性だ。手伝おうか。手伝おうか。ヌルブさんの家があった中心地から撮影隊の拠点へと戻ってきました。 What's your name? Karman Nambia. How are you? I am fine. Thank you. Thank you. Thank you. やっぱそうだな。どう考えてもこっちに近づいてくるとみんなちょっと汚くなる。服装とか顔が。アジア最後の秘境ティンギューに暮らし続ける人々。この秘境の地を実に24年間支援し続けている大谷さん、その思いをここで聞きました。でも支援しだしたのは取材終わってね、はいはい、すごいのは撮れたわけじゃないんだけどね、撮影もね、淡々としたドキュメンタリー、生活風景とかね、はい、文化とか、はい、でも なんとなく印象に残ったのね、ものすごく、あ、ここの人がこのままいてくれるといいなとか、なんかね、はいはい、支援したいなとか自然に思って、でその時取材に一緒に行った仲間とかね、カメラマンとか女子とか、はい、そういう人と一緒にその団体を立ち上げて、はい、ドルポ基金、そうなんです、カメラマンさんも、参加してもらって、小さな親切、はい、あんまり余計なお世話じゃない、はい、子供を教育したいんで、はい、政府のね、学校をここに作ったけど、みんな先生が逃げて帰っちゃったそれ以来、もう教育をする機会がない子供たちに、はいはい、でね、当時はネパール語もみんな喋れなかったの。あ、そうなんですか、うん、そういう先生も来ないし、教える人もいないし、いや、もうドルポ語だけだった。そうそう、現地語で政府とこう交渉する人もいなかったのね、はい、じゃあそういう将来村のリーダーになるような人を育てばいいなって、そんな思いで、はい、僕で言ったらナウンずっと支援してるのと一緒なんですよ、うん、そこまで精神力あるかなっていう。いやね、本当結果でそうなってたっていうだけで、そんなにね、ここまで来ると僕も思わなかったから。そんな24年間もね、気づいたらそうそうそう、そんなもんですよ。ここで長らく席を空けているテレビ朝日に特殊な衛星電話で旅の現状を報告すると、ここから事態は急変することに。もしもし、実は12月31日の大晦日6時間で放送が決定しました。こう見えてもナス D はテレビ朝日の会社員。裏が強いところですよね、年間で。はい、よいこさんチームは決まってまして、レスリングの吉田沙織と霊長類最強女子が女子がね、でその
よいこさんと吉田沙織さんでやるんですけど、うん、吉田沙織さんがつまんなかった場合、うん、今年も那須にちょっと出てもらいたいです。要は仕込めなかった場合出てくださいってことですよね。はい。今ヒマラヤに僕いるんですけどね。はい、そうですよ、ね。今まだ山ですか。帰ってきて、いやもう山ですかどころかもう14日もかけてここまで来ましたけど。はい。今マイナス10度なんですよ。なんでちょっと山降りていただいて戻っていただけると助かります。5000の山4つぐらい越えてここにいるんで、はい、山降りていただいて、これすごい高いとこいますからね今。前川さんが鼻水垂らして涙流して死にかけたのよ。リアルなやつで前川さんが本当のやつ心肺停止しかけたの。はい。あ、いや本当ですか。マジのやつなんですよ。大丈夫ですか。いや大丈夫じゃないですよ。マジのやつの危ないやつだったんですよ。息吸って深呼吸して深呼吸。まあ、こういう装置みたいな。過呼吸で放送上もしかしたら本当に今までで一番放送しづらいような一緒に来ているシェルパ2人が死ぬと思ったって言ってました。でも最悪吉田沙織さんが積もれなかった場合はちょっとすぐ戻っていただいて、うん、早い方法で戻っていただいて早い方法で最短で14かかるんですよ。死にかけてるんですよこっち1人。久保ちゃんケビオやったけど。でも逆に積もれた場合はどうなんですか。積もれちゃったらもうこっち残ればいいんでしょ。積もれてしまったら、うん、ナスイチーム短めにして三つどもえにさせてください。あ、どっちにしろやれと。わかりました、降りましょう。じゃあ降りましょう。ね、前川さん降りましょう。明後日ぐらい降ります。なるべく明日は厳しいんで、明日降りるっていうのは厳しいんで明後日降ります。どうぞ。ちょっと言っておきたいことがあるんですけど、はいはいはい、去年ユミコさんナスリに負けてるんで、うん、今年はちょっとその雪辱を晴らすために、うん、あの全力でナスリに潰します。じゃあこちらが一言言っていいですか。あ、はい、お願いします。今すでにもう 5000m のところで高所トレーニングしてますから。はい。今年の俺は、あ、そうです、はい、はい、強いっすよ。はい。鼻水垂らして涙流して完全に死にかけた前川さんもやると言ってくれてます。はい、そのまま無人島でお願いします。その、いや、わかりました。直行きましょう。じゃあ、はい、直接行きますんで。すいません。はい、やりましょう。やりましょう。降りましょう。降りましょう。ヒマラヤ山脈、はい、見せてやりましょう。いや、見せてやりましょう。ヒマラヤ山脈降りて直に海に潜ったらどうなるかお見せしましょう。視聴者の皆さん、ふっちゃってますか。うん。VS 霊長類最強の女性吉田沙織 VS 破天荒のナスちょっとだけみたいな、うん、ただ僕はどんだけ放送尺が短くてどんだけ目立たなくてももうスイッチ入ってます、うん、ということで無人島ゼロ円生活への参戦が決定し急遽2日後にヒマラヤ山脈を降りることに。一方、そんなことになっているとは知らず普通に夕食作り。登山家の料理人、一体何を作るんでしょう。こちらは昨日解体したフレッシュな生焼肉、軽く茹で、そこへニンニクと生姜、胡椒にガラムマサラ、卵に醤油、オリーブオイルを加えてよく混ぜ合わせていきます。これを揚げ焼きにすれば焼肉のスパイスステーキの完成。さらに焼のタン、こちらは若干臭みがあるので軽く茹でてからバターと塩コショウでソテーしていただきます。どうですか今回の旅は。まったよ。ああ、どかだってやれ、どかさんに歩けばな。まだまだ調理は続きます。ニンニク、生姜で玉ねぎを炒め、焼肉と人参を加えたら、ガラムマサラにカレーパウダー、塩で味付け、水を加えてよく煮込んでいけば、3品目は定番焼肉のカレーです。4品目は中国の揚げせんべい、シャーペン。さらになんと巻き寿司も。スローにマッシュルームスープもついて計7品。この日も感謝、心していただきます。ここで大谷さんに報告を。先ほどね、大谷さん、うん、
報告ありまして、私の後輩から。ああ東京から。東京から、うん、12月31日の大晦日に、うん、よい子 VS 吉田沙保里、うん、それは決まったの。大晦日紅白で。あ、じゃあおめでとうございます。よかったです。上司から上司ナース D もやっぱ出ろってなったんですよ、うんうん、いいなんで私も一応短い尺だから参戦することを決定しましたんで、うんうん、下山します。はい絶対負けないっす、うん、ああはいはい、お願いします。高所でもうトレーニングしちゃってるんで、うん、このままダイレクトに日本帰って直接無人島行きますので、うんうんはい、絶対勝つんですよ、はい、だってもう今最強ですよね。そうですよ。間違いです。もう上から下まで何でもできる。そうそう、あの手折れますよ、ね。ごめんなさい。力強すぎて。引き抜いたら手折れるかと思いました。なんかグニグニって言ったね。グニグニ。じゃあまたこの薬の肉を食べて頑張ってください。そうですね。あさっておりますから。うわあ。わあ。もう寿司。めちゃくちゃ豪華じゃないですか今日。大根の下。タンです。バターソテー、お味は？うん、うまい。本当？硬い？弾力ありましたよ。相当美味しいです。肉のタンステーキと焼肉のカレー、うん、美味しい。本当牛タンそっくりですね。臭みは全然ない。これは。まあ、なんかこんな味なんですか。寒さとはバーンって一瞬飛びましたね。タン、めっちゃ美味しい。ベリーグッド。これがステーキですね。うん、うん、ステーキも美味しい、ね。何だろう、焼肉のカレー、続いてはでかい寿司。うん、あ、うん、標高4150メートルで登山家の料理人のキャンプ料理に舌鼓。話を聞きながら食べ進め、キッチンスタッフにさりげなくアイコンタクトを送り、早いタイミングで、おいしい、もらっていいですか。はい、うん、おいしい、このステーキおいしい。さりげなくおかわりを決めたところで、こんな話を。31日はカンパ系なの。スタジオ生でやります、うん、生でドーンって花火あげます、うんうん。じゃあ無人島に花火師を連れてって。萩谷の15代目僕の2つ上の年上の女の人なんですけど、綺麗な人ですね。1回無人島で、花火あげたことあるんですよ、15代目にお願いして。よかった、かっこよかったです、ライトどうしましょうって相談したら、ライトいらないですよ、この無人島昼間になりますからって言われます。本当昼でしたよね。あれ見ました？上見てないですよね。カメさんは生で 見れました？あんまり見てないですね、あの時は。あんま見れなかったですね、俺もカメラも。じゃあアンナさんが言ってたもんね。なんで撮ってんで、なんで見ないんで、もったいねえなって。世界初無人島花火大会を終えた土屋アンナさんの反応は？ボヨボヨ泣いちゃった。上取れ。今地球じゃなかったもん。あ、なんか、ね、あんたたちなんで撮ってんの、うちらの顔なんて。あんたなんで見なかったの。撮ってたでしょ、ずっと。バカじゃないの。うわあ、私初めてこの仕事してよかったかと思った。本当に建造物とかさ、いろいろあるけどさ、見てもこんなだったら初めてだわ。一生懸命長生きしなきゃダメ、うちらね。それだね。やっぱいろんなことがあるじゃない、命の誕生でも、死でもさ、いろんなことに感謝し感動しなさい、心から。泣き虫だな、涙止まんなくなっちゃった。無人島の花火大会に感動しきりの土屋アンナさんでした。キャー、また開いてるけど、キャー。結局ナス D はこの日も3杯きれいに完食。するとここで下山決定を祝して、ハッピードンパティー。 Woo!
ジャムでやってくれたんだ。うん。すごい。タシベレー。こんな贈り物も。あとは先輩たちの結婚式の時がこういうのをやるんですよ。ええほっ、ええほっ。ヤクダンス。はい、ヤクダンス。ジャパンホワイト。ヤクテールって言うと歌舞伎。あ、歌舞伎、そうそうそう。はい。あれもヤクですか。そう、ヤク。あれヤク、シナシク。ヤクの立派なヤク。すると、匂いにつられて。子供たちはケーキをめっちゃ見てる。子供たちにとってはとても珍しい食べ物。標高4150メートル、材料など限られた中で作ってくれた愛情たっぷりのケーキです。おいしい。ちゃんとバターじゃないですか。バタークリームが作ったんですね、こっちのヤギの。すごい美味しかったです。ちょっと感動しました。皆さん本当にありがとうございました。現地スタッフそして村の子供たちと一緒にケーキをいただいていると、過酷な道のりを共に乗り越えた仲間たち、今回の取材は間もなく終了となりますが、次はさらに過酷な厳冬期、世界初潜入となる貴重な取材に同じメンバーで挑みます。天空のヒマラヤ部族の厳冬期、一体どんな生活なのでしょう。大冒険はまだまだ続く。次回はナスティ大冒険 TV 特別編、鍵屋。江戸時代から360年以上も続く花火屋さんの屋号で、集客数100万人以上にも達する江戸川区花火大会などを演出。なんと現在15代も続いているというが、噂によるとバラエティ番組は NG とのこと。花火師しかも15代目というとかなり厳しそうですが、無人島で花火を上げたいという願いを聞いてもらうため15代目に会いに行きました。女性でした。鍵屋15代目天野明子さん、柔道7段で北京オリンピック柔道競技日本人女性初の審判を務めること。次週、無人島の花火大会。今年花火を見れなかった全ての方に届けます。ナス D の大冒険チャンネルではいろんなことに挑戦中。皆様次回もご視聴お願いいたします。